カインの末裔とは、旧約聖書に登場する人類の起源と人間の罪深さを悟すものであり、キリスト教においてテーマとなっている概念の一つである。後に、日本の作家、有島武雄が同名の小説を書いた。人類をその罪深さ、重い宿命と共に指し示す表現である。カインとは、旧約聖書の創世記第四章に登場する人類の祖先である。 アダムとイブは楽園を追われた後に二人のコカインとアベルを設けたが、農夫のカインが羊飼いの弟アベルと共に神への捧げ物をした時、弟の供え物のみが受け取られたことに腹を立てたことをきっかけに弟を殺してしまう。弟を殺したカインの心の中にあったものは妬み、憎悪であり、聖書は人類の半分は皆このカインの末裔なのであり。 生まれながらに罪深い心を持っているということを、悟しており、信仰の大切さを説いているのである。小説、カインの末裔は、新小説1917年7月に、日本の作家の有島武夫により発表された、文学作品である。日本の北海道を、舞台、農夫の煮え門を、主人公として、無上に罪を隠す、主人公の生き様を描く。 2007年に映画化され、第57回ベルリン国際映画祭でも上映された。詳細は、会の末裔を参照。ありがとうございます。